はい、皆さんこんにちは。本日はね、空賊のシャツ縫い方ね、解説していこうと思います。こちらの空賊のシャツは9マスのピンク布ということで、まあ先代の装備だと妖艶魔女の上とかとね、一緒な感じですね。数値的にはね、こっちの方がちょっと楽かなって感じですね。まあ、難易度的にはそんな簡単なものではないんですけど、まあやってればなんとかなるみたいな商材なんで、まあ説明するのがね、ちょっと難しい商材なんですけど、なるべくね、わかりやすいようにお話ししていければなというふうに思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ではやっていきますか。使う裁縫針はね、奇跡の裁縫針がいいかなというふうに思います。はい、素材ですね。はい、成功の糸、悲願の地類、厳重の皮、潮風草、そして蝶松の糸という形になってます。はい、やっていきましょう。はい、まずね、数値なんですけども、130の箇所、140の箇所、そして70の箇所、100の箇所という形であります。はい、ではチェックポイントから見ていきます。最初の最強ターンの光にね、まず備えていきましょう。100の箇所が光ったら水平縫い、130と140の箇所は巻き込み縫いの中、そして、70の箇所に関しては巻き込み縫いの外で対応していきます。で、最初の最強ターンを統一していくんですけども、その前にまず弱いターンでした、水平しちゃいましょう。4以上ね、進めておくことで、会心最低値取れるような形になります。その後はね、最強ターン来るまであんますることがないんだよねあんますることがないんで、あんまりね、邪魔にならないところをね、ちょっと塗っといてあげましょう。右上がちょっと、まあ理想かな。はい、こんな感じで。はい、では巻き込みじゃない、成人統一していきましょう。はい、今回はね、左下が光ってきましたんで、ここはね、水平縫いで対応していきます。配信出ませんでしたね。で、ここね、39と43になったんで、強いターンのレンジになってるんですよね。強いターンは72が会心最低値なんで、これだとどちらも会心取れれば本会心になるという感じになってます。で、まあここ残り32なんで、ここはもう埋めちゃいましょう。30。はい。で、会心、次のね、光ターンっていうのが、このまま進めていくと、次のね、強いターンでやってきます。なんで、それに備えて、また進めておきましょう。今回はね、真ん中やっていきます。はい、でもう一回水平の方がいいかな。はい、でここで光っていきます。で、ここね、70のところが光ったら、何もしてない状態で会心最低値を取れてるような、状態になりますんで、ここも普通にね、進めていって OK です。はい、会心取れない。会心渋いな。ここ2倍。はい、ここ埋まりましたね。で、次ね、最強ターンで光っていきますんで、最強ターンで光られたら困る場所ってのも一応こことここね、あるんだけど、一応ね、ここの場合は巻き込み縫いの外で、対応することができます。ここの場合はね、ちょっと対応できないね、今ね。なので、まあ他の場所ね、96っていう、回収最低値がね、違う、いいのか、そうだね、96の回心最低値がありますんで、96に満たないところがないか、まあ今のところは大丈夫そうだよね。まあここがちょっとあれかな、96にはなってないんでね、塗っときましょうか。はい、ここ回心最低値取れてないですね。一番光ってほしくなかったところが光りましたね。はい、104、まあ回心取れましたね。はい、じゃあね、また今度ね、強いのところで精神統一もらって、会心最低値もらっていこうと思うんで、またね、ここちょっと伸ばしておきます。はい。で、ここで精神統一。で、会心最低値72からなんで、全体的にというか、どこだ？ここと、こっちとこっちかな。ちょっとずつ足りないね。7分の1ずつ足りないかなって感じですね。ここの、あら。危ない。嫌がらせされるとこだった。じゃあ逆タスキ縫いでいきますか。いや、タスキ縫いでいいかな。はい、写真です。で、もう一回統一もらうかどうかだね。ここでね。まあ、もらってもいいんじゃないかなって感じはするけどね。もらいましょう。で、ここのね、19っていう数値ね、あんまりなんだよね。
ここのまま残しておきたくもないみたいな感じですね。なんで、まあ、俺だったらここもマスコミで決めちゃいます。18出ましたね。で、こことここはあんま光ってほしくないな。はい、いいですね。ラッキー。じゃあ、ここね、水平していきますか。で、もうここでね、弱いターンで締めれるかどうかですね。ちょっとまだ締めるのには早いかな。そうだね。もう一巡ぐらいしてもいいかなって感じですね。いいですね。はい、強いターンですね。強いターン。で、これは縫えないんで、足りないところね、伸ばして最後の弱いターンに備えましょう。19、16。真ん中も16か。じゃあ、ギャプタスキヌイでいいかな。あ、いいね。はい、じゃあここね、最後加減と精神統一しまして、はい、統一して、まあ、そっち使ってもまあ加減してもいいけどね、どっちでもいいや。まあ、あんま10引きたくないけど、ほぐしできるんで、6引いたね。はい、まあ大体こんな感じですね。1、2、3、4、5、6誤差だね。光ターンをコントロールして、次は強いで光るね。まあ、最初の最強以外はね、強いターンで光るように、今の抜い方だとなってます。なので、強いターンのレンジに後半はしていくような感じになってきますかね。はい、じゃあもう一回やっていきます。まず水平からね。で、左上の方ね、ちょっと持っといて。で、ここで精神統一を入れていきます。はい、今回はね、巻き込みの中を塗ってあげることによって、巻き込みの中ってね、会心最低値144なんですよ。なんで必ず本会心で取れます。気にしませんでしたね。はい、こうなった場合はもう埋めましょう。はい、8と16かな。次の強いターンでいけるね。じゃあね、真ん中ちょっと伸ばしといてあげましょうか。16。はい、ここ光りましたね。130なんで、ちょっと足りないかな。まあ、偽会心あるけど、まあ、出ますか。はい、最低値ね、72で引きましたんでね、会心。引いたけど、収まらなかった。6名。で、ここのハテナもスルーでいいかな。あ、次最強で来るのか。そうかそうか。強い最強。最強強い最強で来るのかな。で、まあ、8んとこね、邪魔なんで、ここ加減使ってでも埋めときましょう。はい。で、72回心最低値なんで、ここもね、水平で埋めちゃっていいかなと思いますね。ラッキー68。まあ、光ターンで縫うときって、まあ、4ハミ以上になるときは縫わないとか、まあ、自分の中でね、ルールを作ってください。俺の場合は4ハミ以上の場合は絶対に光ターンでは縫わないっていうのをやってますね。やっぱね、ほぐしも実はあんまり使いたくないんだけど、その時ははみらない立ち回りっていうのね、一番かなというふうに思います。こことかも32だけど、4ハミなんでね、最大ね。なんで縫いますが、私はね。まあ、ここはもう絶対にはみ出さないで縫いたいって人も、まあ、いると思うんでね、そこは、まあ、個人差っていうのかな。各々の判断に委ねられますが。はい、この後ね、光ターンが強いでまたやってきますんで、まあ、そこの強いターンで締めたいなという気はするんですけど、ここでね、次何もせずにいると強いで精神統一取れなくなっちゃうんで、あんま良くないね、それね。なんで、ここで統一先にもらっちゃいましょう。普通ターンでね。はい、ここ24なんで、加減会心最低値取れてます。はい、じゃあ残りね、埋めていきましょう。
中だ。はい、じゃあここでもう一回統一もらって、ああそっち光るか、しょうがないね。残りが28の68か、2倍しますか。もう一回ペチって、あ、ラッキーだね。じゃあ最後しつけがけしてね、加減して終わりですね。あ、間違った、加減じゃなかった、ごめんなさい。マジごめんなさい、ペチですね。何してるんだよ。なんか最後って加減のイメージがあるからさ、ちょっとやばいなこれな。ちょっとごめん、今の縫った手でお願いします。あ、よかった。大変失礼しました。縫うでね、あの今の勝ちですね。縫うでね、今1,2,3,4,5差だったんで、6引いても勝ちだし、9引いても勝ちだし、7引いても8引いても勝ちっていう状況でございました。はい、大変失礼しました。解説動画で、ね、間違いないと思ってたかもしれないね。はい、じゃあもう一回ねやっていきますか。今2回目かなだね、これで3回目だね。はい、じゃあやっていきます。水平縫いね、やっていきましょう。はい、で左上を最強ターンが来るまでちょっと待機で、この最強ターンで統一をもらう。はい、ここは巻き込みの中ですね。はい、配信取れましたね、ラッキー。じゃあこれね、上伸びちゃったところ埋めていきましょう。77、53か、ここ残してもいいな。はい、で普通ターンで巻き込みの外でね10埋めましょうか。はい、勝ってきましたね。19と40ん49かな、これ。ちょっとね、今会心出た、なんかすごい伸びたよね。なんでここ打てなくなっちゃったんだよね。49、まあ54最大値なんで、まあなしじゃないんだよな。ゴーハミね、まあ縫いますかここは。まあ俺基本的には4ハミまでしか縫わないんだけど、まあ光ターンで5ハミ、ゴーハミるだったら、まあチャレンジしてもいいかな。 OK、 3号差ね。はい、じゃあ残りのとこね、進めていきましょう。次が、今弱いターンなんで、最強ターンで光るような感じだね。はい、最強で光られたら困る場所。結構あるね。いや、すごい良くない。さあ、ここはラッキー36。はい、ここね、光られると困る場所ですね。23足す30なんで、ここはもう絶対縫えないね。まあ加減するのはありだけどね。加減して会心最低値48だから。まあラッキーがあれば、まあ本会心で取れるかなって感じだけど、今回はね、スルーしていきましょう。はい、じゃあ次ね、普通ターンで、取っていきますんで、普通じゃない、強いターンね、精神統一していきます。はい、ここはちょっと残しすぎた。会心最低値は全然取れてないですね。もう一回統一もらおうか。いや、やめとこう。はい、6埋めます。あ、ここ違った。残り9だった。失礼しました。ここ9だね。ここも光られたら困る。残りが19だね。17で、ここ統一もらいましょう。今度は縫えるね。はい、会心出ずで、もう一回統一もらおうか。もう最後のね、爪の段階になりますんで、ここ2倍縫って、もう一回ペチして、でここで統一してね、最後締めていきます。77だね。はい、
ここ最初にほぐそうか。で、最後ペチって終わりかな。今の誤差はちょうど8か。1、2、3、4、5、6、7、8。で、統一がもう終わっちゃうということでね。で、残りぴったり7取らないといけないですね。で、ここの3を、まあ、できれば埋めたかったけどね。狙いますか。ああ、弱い来るならね、ペチの加減の方が全然良かったけど、それは分からんことやからな。ちょっとガバガバやな。 ちょっと、ピンクのってね、説明するのがすごい難しい商材なんですよね。で、今回結構悩んでたんだけど、まあいいや、最後やっていきましょう。まずは最初の数値を整えるっていうところね、大事にしていきましょう。まあ、慣れが一番あるかな。はい、じゃあ水平していきましょうか。はい、残り25。こっちも伸ばしておこうか。水平しておこう。はい、普通来まして。うわ、そこ光るか。残りが25。加減する？28。最大値か。 先ほぐしようかな、これ。あんまりね、これ先ほぐしとかしない方がいいんだけどさ。 状況的にね、ここ精神統一もらいます。ここは130のとこだね。巻き込み縫いでいきますか。はい、配信取れましたね。で、伸ばしちゃったところはね、埋めていきます。最強ターンが来ましたよと。最強で、ちょっとここも埋めちゃうか。埋めれるところは埋めていく。31か。巻き込んでいく。真ん中はね、130で、残り36なんで、縫えますね。木登り。いいっすね。最大値。最大値じゃないや。普通に会心が出ましたね。残りが36と26。逆たすき。じゃあ横縫いしますか。86と。153だね。36。なんか光ターンがね、多分使えないだろうなーって感じしますね。ここ光るか。はい、じゃあ滝登りしていきますか。140ね。5と8。上が残り20か。16。18。光ターンはもうスルーだね。精神統一して、ペチ。そして最初加減しようか。で、統一入れて、で、ここペチかな。18。いや、ダメか。12345678。あ、またなんか そういう感じ。まあ、加減がちょっとね、入れられないんだよな。集中がちょっとだけ足りないね。4、5、6、7、8。まあ、ぴったり会心取れば勝ちなんで狙いますか。まあ、これでも大成功だね。まあ、その光ターンでね、会心取れれば取れるほど楽になってくるのが、この体上の9マスだと思うんですけど、その時にね、縫えないっていう状況を減らすために、会心最低値をね、しっかり押さえておいて、適した縫い方をね、その時にできるように、多くの準備をしておくと。で、まあ、どうしてもね、
その準備が追いつかなくて、光られたくないとこが光ったりっていうこともあるんですけど、まあ、それを減らしていくことでね、安定感増していくかなと思いますんで、光たんじゃない時に埋めれるところは埋める、光った時には最適の縫い方をする、まあ縫い進めていくうちにこう集中がね、足りなくなったりするとか、数値が足りなくなったりするっていうのを阻止するために、単縫いではなく、水平縫いとか巻き込み縫い等々を駆使してね、なるべく数字をどんどん詰めていって、自力で収められる場所を作っていくっていうのも大事かなというふうに思います。はい、ちょっとね、説明がすごい難しいんですよね、ピンク布 っていうのはね、すごくランダム性が強い商材なんで、まあ結構ね、裁縫の自力が試されるというか、まあそういうテンプレを許さないというか、まあそんな感じの商材なんで、まあ皆さんもね、頑張って練習してやっていっていただければなというふうに思います。はい、というわけで本日はね、空族のシャツ縫い方解説させていただきました。じゃあ最後にね、チェックポイントだけ見ていきますか。最初の最強端での光に備えていきましょう。100の箇所が光ったら水平縫い、130、140の箇所は巻き込みの中、70の箇所は巻き込みの外で対応すると。で、あと先ほど注意点で、ね、最後に申し上げた通りになってます。序盤の進め方はね、いいか。はい、というわけでね、また空族はあと頭と体下と足かな。まあその辺はね、そんなに難易度高くないんで、まあサクッとやれるかなと思いますが、この体上だけがね、ちょっと鬼門だったんで、ちょっといろいろ考えてたんですけど。はい、というわけで、またね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。